荒木貞夫、荒木貞夫、荒木貞夫、1877年、明治10年5月26日から1966年、昭和41年11月2日は、日本の陸軍軍人、第一次、この絵内閣、平沼内閣の文部大臣、男爵。最終階級は、陸軍大将。まさき人三郎と共に、行動派の重鎮、東京都狛江市。 出生当時は、東京府多摩郡出身。小学校校長で、旧一橋家家臣だった、荒木邸之助の長男として生まれる。誕生日は、木戸孝義氏の命日でもある。日本中学中退を経て、1897年、明治30年11月、陸軍士官学校卒業、第9期。この F 表第1連隊に配属され、第16大連隊騎士を務める。 日露戦争中は、このエコービ根性旅団の副官として、梅沢道春少将に仕えた。旅団司令部には、参謀の配置がないために、事実上の参謀役を務める。梅沢少将が、無類の戦上手で、その旅団も、花の梅沢旅団と称えられたために、荒木副官の名前も、陸軍部内で注目を集めるようになった。年、明治年月、 陸軍大学校を主席で卒業、恩師の軍刀排除。第一次世界大戦中は、ロシア従軍部官。シベリア出兵では、特務機関長にて参加。その後、憲兵司令官等を歴任。1929年、昭和4年、陸軍首脳は、青年将校を先導する恐れありという理由で、第一師団長であった、正木き三郎を、 台湾軍司令官として追いやったが、その時に、荒木も左遷される予定であった。しかし、教育総監の武藤信義が、せめて荒木は助けてやってくれと詫びを入れる形で、荒木は第六師団長から教育総監部本部長に栄転し、東京に残った。武藤はどちらかというと、半無書き一世で、行動派の被護者であったため、統制派の独裁を嫌い、特に、 荒木を可愛がったらしい。この頃の荒木の人気というのは大変なもので、東京駅のホームは出迎えの青年将校で溢れ、さながら外戦将軍のようであったという。1924年、大正13年、平野巻一郎が司法官僚や陸海軍の高級軍人を集め組織化した国粋主義団体国本社で荒木佐段は宇垣一世と共に理事をしており、 平沼に浸水していた。九百三十一年、昭和六年七月十六日の原田熊尾の原田日記によれば、その頃荒木は平沼を天皇の側近にするための宮中入り運動をしていたが、西園寺金持ちによって阻止されている。憲兵司令官時代から大川周明や平沼、木一郎、北一揆、井上日章といった右翼方面の人物と交流を持っていたことから、 1931年、昭和6年の10月事件においては、橋本金五郎から首相候補として担がれたが、荒木自身の反対や意見の非統一から計画は頓挫した。満州受変まっただ中の同年12月に、荒木は教育総監部本部長から荒木の森立てを目的とする。 一石会の永田哲山や鈴木定一らの働きかけで犬会内閣の陸将に就任した。参謀総長には官員の宮元水を担ぎ出してロボット化を図り、参謀本部の実質トップとなる参謀次長には正木を台湾軍司令官から呼び戻して就任させた。荒木の人事は自分の罰で養殖を固め、過激思想の青年将校を東京の第一師団に集めた。 この後、荒木、正木の取り巻き連を、行動派と呼び、それに対抗する勢力を統制派と呼ぶようになった。荒木人事の凄まじさに、清盛の戦王とか、おごる兵士も久し叱からずという恨みの言葉が、囁かれるほどであった。しかし、過激青年将校や、可視館に自重を求める荒木の人気は加工し、次第に四面楚歌に追いやられるようになった。自分で育て、 利用してきた過激青年将校たちを制御できなくなったのである。1934年昭和9年1月、ついに荒木は病気を理由に陸将を辞任する。荒木は公認の陸将に復診の魔石を希望したが、自らが擁立したはずの会員の宮にも反対され、挫折した。極東国際軍事裁判、東京裁判における、 岡田圭介の証言によれば、陸将時代には天皇を退位させて、生後間もない皇太子を即位させる計画を持っていたという。また、熊沢天皇こと、熊沢博道とのつながりも指摘されている。1933年、昭和8年、大阪でゴーストップ事件が発生。陸将であった荒木は陸軍の名誉にかけて、 大阪府警察部を謝らせると憤慨し、内務省と対立した。1933年10月には、外国人記者団との記者会見において、竹あり300万本あれば列強をソルルに足らずと、口にして座を呆然とさせた、竹あり300万論。さらに来日中のジョージ・バーナード賞との会談において、日本人は地震によって強靭な精神を鍛えたのだと、主張した、地震論。 1936年、昭和11年の2.26事件の際には、行動派の首領として、青年将校たちを裏で支えていたのでは、という疑惑が持ち上がったが、軍の主要人物の中では、一番明確に反乱将校に、減退復帰を呼びかけていた。しかし、荒木はこの事件後の宿軍によって、予備役にどかされ、軍人としての第一線からは消えていった。 石原幹事は、荒木のことを徹底的に嫌っていた。石原は、行動派ではなかったが、行動派と対立する、統制派でもなく、思想的理由で荒木を嫌っていたのではなく、荒木の無責任と、無能ぶりが我慢ならなかったようである。2.26事件のただ中、陸軍省で荒木と遭遇した、石原、当時陸軍大佐は荒木に向かって、バカ、お前みたいな、 バカな大将がいるからこんことになるんだと罵倒した。荒木が何を無礼な。上官に向かって、バカとは、軍機上を許せん。と言い返すと、石原は、反乱が起こっていて、どこに軍機があるんだと猛然と言い返し、両者は危うく乱闘になりかけたが、その場にいた、安井当時東京警備軍参謀長が二人を抑えて、なんとか事なきを得た。石原は、正木のことも嫌をしており、 マサキの差し出した握手を無視したこともあったという。1938年、昭和13年5月26日に、第一次、この絵内閣の文部大臣に就任すると同時に、行動教育の強化を全面に打ち出した。国民精神総動員の委員長も務め、思想面の戦時体制づくりといったプロパガンダを推し進めた。この頃から、軍部の大学、学園への弾圧が始まり、 人民戦線事件や平賀宿学に代表されるような思想弾圧が行われるようになった。戦後の極東国際軍事裁判においては文章時代の事柄にも重点が置かれることとなった。裁判の法廷において証人として出廷した大内表栄は、検事の尋問に応じて先生公共書を提出した上で、弁護団の反対尋問で軍事教育を通じて、 軍部による学園弾圧が強化されていった過程を、1938年、荒木貞夫文章の時、各大学における軍事教育が一層強制的となり、軍部の学校支配が強化された軍事教練は、荒木さんが陸上当時、東大で採用するよう要求があった。この時東大は拒絶したが、1938年に荒木さんが文章になった時、軍事訓練は、 強制的となったと証言している。上記のようなことから、極東国際軍事裁判においても、検事から、荒木は侵略思想を宣伝し、教育、骨髄したと指摘されたが、荒木の弁護人である、菅原博士は、荒木の宣伝したのは、侵略ではなく行動であって、侵略思想とは、正反対の日本古来の精神主義であると、全面的に否定している。戦後は、 永久戦犯指名されて逮捕され、菅もプリズンに拘置された。極東国際軍事裁判ではのらりくらりとしながらも、その堂々とした態度が他の被告人らを奮い立たせたとも言われ、非常に上絶で罪状認否で起訴状の内容に対し無罪を主張して熱弁を振い、ウィリアムウェブ裁判長から注意されたこともあった。判決時にはモーニング姿で被告席に現れた。一方で、 重光葵いの証言によれば、菅もプリズン内のアメリカ人憲兵の不存な態度に反発する、あまりに、真相的な言動を取るようになった。当初アメリカ人憲兵は、荒木ら永久戦犯に対し、非常におおらかな規律、姿勢で対応していたが、彼らの態度が日増しに存在になっていくことを問題視し、一転して厳格な態度で接するようになったという。 極東国際軍事裁判において、終身禁錮刑の判決を受け、服役する。木戸光一、大島博史、島田茂太郎と並んで11人中5人が、死刑賛成、といったわずか1票差で死刑を免れて、終身刑の判決を受ける。1955年、昭和30年に、病気のため仮出所し、その後釈放。間もなく、健康を回復。 以後日本全国を回り、講演や近現代史研究のための資料調査などを行い、積極的に活動した。1966年、昭和41年10月末、奈良県吉野郡十津川村の正体で同村を訪問し、同村ゆかりの天中組、十津川合志関係の諸資料の調査と講演を行ったが、同年11月1日、宿泊先の十津川村において、 心臓発作を起こす。当時の佐藤栄作首相へ、日本の未来像は、維新の五家条のご正門を、おもとし、つまらぬことを付け加えずに、これを達成することといった遺言を口実し、翌日死去した。墓所は、玉霊園。1967年、昭和四十二年十一月、一周期に再し、戸塚川村は、荒木貞夫を終焉の地位を混流。碑文は、 佐藤英作の記号によるものである。戸塚村の工場に対し、遺族は佐田尾の遺品となった恩師の軍刀を村に寄贈。軍刀は現在戸塚村歴史民族資料館に展示されている。妻の金子は、日本赤十字社特殊看護婦人会幹事、大日本国防婦人会副会長、陸海軍商工婦人会幹事長、東洋婦人教育会理事、 閣僚婦人会評議員等を歴任。1909年、明治42年、荒木は金庫との間に長男の佐田明を設けた。佐田明は幼少時、父がロシア従軍部官となった際、父に連れられ、シュベリアに同行している。その後佐田明は、ロンドン大学を卒業し、日産自動車に勤務した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。